藤本京太郎は、日本の男性元プロボクサー、キックボクサー。大阪府大阪市住の駅出身。第2代 K1 ヘビー級王者。第2代日本ヘビー級王者。第21代アップ部不登用、太平洋ヘビー級王者。元 WBO アジア太平洋ヘビー級王者。門エ美宝石ボクシングジム所属。日本人史上初の K1 重量級世界王者であり。 試合ごとに変わる奇抜かつ派手なヘアースタイルが特徴。その髪型とは裏腹に、スーパーヘビー級の外国人選手との対戦においての、ファイトスタイルは堅実で、フットワークを生かした、ローキックとカウンター狙いのヒットアウェイが中心。しかし、2008年に、マイティモーに判定勝利しながらも、あまりにも、露骨に逃げ回りながらのカウンター狙い一辺倒の、 先方だったために批判を浴び、金星を挙げたにもかかわらず地上波放送でもカットされ、K1 プロデューサーの谷川貞治からも注意された、ことをきっかけに打ち合う場面も増えている。また、日本人離れした、打たれ、強さも持つ。キックボクサー時代は、リングネームの変更が多く、前田慶次郎、京太郎レンジャー、京太郎レンジャー、京太郎というリングネームを使用していた。 2014年7月1日より芸能プロダクションのオンリーユーにマネージメント提携を受ける。ボクシングでもオーストラリアやニュージーランド出身のボクサーが体感してきたアプブフ東洋太平洋ヘビー級王座をアジア人として初めて体感すると空位となっていた WBO アジア太平洋ヘビー級王座の体感も果たし日本人として初めて日本王座。 アプブフ王座並びに WBO アジア太平洋王座のヘビー級参観を果たした。2006年5月17日、J ネットワークに今日郎レンジャーのリングネームでプロデビュー。花田純一に小勝2007年2月25日、K1 ジャパントライウトに参加。基礎体力診断、ミット打ちなどをクリアし、合格となった。2007年5月3日、 K-2 グランプリ第18回全日本、真空手導選手権大会重量級に、京太郎として出場。決勝で、菊池純一に勝ち、優勝を果たした。2007年5月4日から5月6日にかけて、ゴールドジム、マクハリチバーネックスで行われた、K-1 トライウと日本選考合宿に参加し、マイク・ベルナルドがコーチを務める、チーム・ベルナルド所属となり、 7月17日から約2週間、立川隆と共に南アフリカで海外合宿を行った。2007年8月16日、K1 トライウと2007サバイバルで K1 ヤングジャパン GP トーナメントに京太郎レンジャーと改名し出場。1回戦で桃瀬隆徳に判定勝ち、決勝でも佐藤匠に判定勝ち、本戦出場を決めた。 決勝の佐藤戦では 3R 終了間際にパンチラッシュを受け込む直後にリングに倒れ込むほどであった。判定はドローとなり延長戦に突入、ダメージを心配したセコンドが試合を放棄しようとしたが、本人がこれを誇示するという一問弱があり、大幅なインターバルとなってしまった。2007年12月22日、 チームドラゴン主催工業のメインイベントで中坂強と対戦し、右フックで小勝ち。2008年1月、リングネームを前田圭次郎に改めた。戦国武将、前田利益の通称、圭次郎と、師匠、前田健作に由来する。2008年4月13日、K1 ワールド GP2008 イン横浜で、マイティモート対戦。 正面から打ち合わずローキックを蹴りながら逃げ続けて判定勝ち。大金星を上げるも地上波放送はされなかった。試合後、熱のある試合ができなかったと反省のコメントを残した。2008年6月29日、K1 ワールド GP2008 イン福岡で行われた K1 ジャパン GP に出場。1回戦で武蔵に判定勝ち、準決勝で 佐藤匠に判定勝ちしたものの、決勝でエベルトン・テイ・シェーラに判定負けし、準優勝となると同時に、キャリア初黒星となった。世界ヘビー級王座獲得2009年3月28日、K1 ワールド GP2009 イン横浜の第2大 K1 ヘビー級王者決定トーナメントに出場。1回戦でメルビン・ワヌーフにカウンターの右フックで小勝ちし、 続く決勝で空間先と延長戦の末に2から0の僅差判定勝ち。K1 で日本人初となる重量級の世界王者となった。2009年8月4日の公開練習で8月11日の試合よりリングネームを本名の京太郎に変更することが発表された。2009年9月26日。 K-1 ワールド GP 2009インソルファイナル16でルスランから F と対戦し0から3の判定負けを喫した2010年2月28日新日本プロレス工業で中村晋介と2分に RK-1 ルールのエキシビションマッチを行ったに R 終了後プロレスルールのエクストララウンドも行われドロップキックも繰り出した2010年4月3日 K1 ワールド GP2010 イン横浜で行われた K1 世界ヘビー級タイトルマッチでピーター・アーツと対戦。試合前は京太郎の圧倒的不利が予想されたが序盤から圧倒しニアールに右ストレートで小勝ちを収め初防衛に成功した。2010年10月2日 K1 ワールド GP2010 インソルファイナル16に出場。ジェロムレ・バンナと戦い。 3R 終了時の判定0から1で延長までもつれ込むも判定への不満を露にしたバンナがリングを降りてしまい、試合放棄による勝利となった。試合後の会見でバンナは、京太郎は素晴らしい選手だが判定は公平じゃなかったと不満を語った。一方の京太郎は今まで21試合してきて初めて勝ちたいと思ったし、一番怖かった試合でした。僕は、 判定を聞くまで90%負けたと思っていたが、勝ててよかったと語った。2010年12月11日、K1 ワールド GP2010 ファイナルの準々決勝でセームシュルトと対戦し、0から3の判定負け。2010年12月31日、ダイナマイト勇気の力2010にて、ドリーム、ライトヘビー級王者のゲガールムサシと、K、K1 ルールで対戦。 前線から20日後という強行日程の中、ローキックを的確にヒットさせて優勢に試合を進めるが、2ラウンドに右フックでダウンを奪われ、0から3の判定負けを喫した。2011年に入り、所属する K1 の経営母体であるヘグの経営難が表面化し、特に京太郎の所属するヘビー級については全く興業の目処が立たない状況になってしまった。このため京太郎は、 同年5月に東京スポーツ市場でプロレスラーへの転向を図る意向を表明した。これを受けて全日本プロレスが京太郎にオファーを出し、同年6月19日の両国国技館大会において船木正勝との対戦でプロレスデビューを飾った。6月28日には全日本プロレスの合同練習に参加、また同時期に K1 の開催予定を発表していた。 谷川貞治プロデューサーに向けてコメントを求められると谷川さんって誰と皮肉交じりにコメントして改めてプロレスに専念する意向を示したしかし最終的にプロボクシングへの転向を決意して K1 ヘビー級王座を返上し同年10月に角エビ宝石ボクシングジムへ入門することになったまたボクシング転向を発表した際の記者会見で 京太郎自身にもファイトマネー見払いがあったことを告白した。K1 時代はスーパーヘビー級よりもヘビー級で王者になるなど実績を残したこともあり、プロボクシング転校後はヘビー級だけでなくクルーザー級で戦うことも視野に入れていることを表明した。同年12月2日に行われたプロテストで B 級ライセンスに合格しており、大晦日に 地元の大阪府立単育会館で行われる井岡和人の世界タイトルマッチの前座でデビューした。なお、日本プロボクシングでは、リングネームを2単語以上と定めているため、従来の京太郎のリングネームが使用できないことから、ボクシングではリングネームを本名に戻している。リングネーム候補として、京太郎宝石、亀田京太郎なども浮上していた。デビュー戦は、 同年の西日本新人王、日高亮が、オーストラリア時代に唯一子を逃したマイケル・オドネルを、相手に、左ジャブ、ワン・ツーを軸に徹底的に攻め込み、5回にはダウンを、奪って6回3から0のフルマークの判定勝ちを、収めた。2012年3月6日、後楽園ホールで、アップブフ東洋太平洋ヘビー級9位の金在さんと、対戦。右ストレートを浴びて、 星が砕けた相手に連打を浴びせ、2回1分3秒、TKO 勝ちを収め、ボクシング転向後初の個勝利。この勝利で、アプブフ東洋太平洋ヘビー級8位にランクされた。日本人選手がアプブフ東洋太平洋ヘビー級ランカーとなったのは2005年に、日本人として初めてアプブフ東洋太平洋ヘビー級王座に挑戦した高橋良介以来。 2012年4月12日、世界的プロモーター、ドンキングとプロモート契約を結ぶプランを持っていることが報道された。2012年5月17日、後楽園ホールでの参戦目では、当初対戦相手は、ジュニアパティと発表されていたが、同じニュージーランドのアファタトゥブに変更された。試合は2回に、カウンターのミニストレートでダウンを奪い、2回47秒。 TKO で勝ちを収め、デビュー3連勝と共に2戦連続個勝利となった。6月20日に予定している試合で、ジェロム・レバンナの弟分で、スパーリングパートナー WBC 世界ヘビー級19位のジョアン・ディオパとの対戦が浮上していたが、4戦目での世界ランカー挑戦は、時期尚早と判断した、京太郎陣営が対戦を避けたため、実現しなかった。 2012年6月20日、大阪府立単育会館で行われた、WBAWBC 世界ミニマム級王座、統一戦、井岡和人対、八重菓東のセミファイナルに出場。アメリカのクラレン・スティルマンと対戦。身長で10センチ、体重で20キロも上回る相手を3回2分2秒小勝ちを収め、プロボクシング点個後4連勝を飾った。この試合後、 日本ヘビー級1位にランクされ、1957年以来55年ぶりの日本ヘビー級ランカーとなった。2012年9月19日、後楽園ホールでの5戦目で WBC 世界ヘビー級15位のチャウンシー、ウェイリバーと対戦。ウェイリバーは2012年6月発表の WBC 世界ヘビー級ランキングでは5位であり、それまで1年以上にわたって一桁台のランキングを 保持していた。ヘビー級の日本選手が、同級の世界ランカーと対戦するのは、今回が初で、前日計量では京太郎は102.4キロ、ウェリバーは113.5キロという11キロの差があったが、足を使い、的確に左右のボディを決め、序盤から主導権を奪取し、10回3から0の判定勝ちを収め、プロボクシング天候から5連勝を飾った。この勝利で、 日本人史上最高となるアップブフ東用太平洋ヘビー級2位にランクされ、また WBC 世界ヘビー級15位にもランク入りし日本人では初のヘビー級の世界ランク入りを果たした。2012年12月31日大阪府立体育会館で井岡和人と宮崎亮の前座でアップブフ東用太平洋ヘビー級1位の ソロモンハウモノとアップ部不登用太平洋ヘビー級、王座決定戦を行うが、消極的な試合運びで手を出せず、5回にロープ際に追い詰められると、連打でダウンを喫し、なんとか立ち上がるも直後に強烈な右フックを浴びて、キャンバスに崩れ落ち失神、5回57秒、TKO 負けを喫し王座獲得に失敗した。この敗戦で、世界ランク25位と急降下した。 2013年4月17日、高楽園ホールで、元 K1 ファイターのファブリス・オーレンと対戦し、7回1分11秒、TKO 勝ちを収め再起を果たした。日本ヘビー級王座獲得2013年7月25日、高楽園ホールで、元アプブフ東洋太平洋ヘビー級王者で、日本ヘビー級2位のオケロピーターと、日本ヘビー級王座決定戦を行い、6回に2度の、 ダウンを奪い6回2分59秒 TKO 勝ちを収め56年ぶりに復活した王座獲得に成功した。2013年11月25日、後楽園ホールで日本ヘビー級3位の竹原虎達と対戦。日本ヘビー級王座の防衛戦は史上初となった。試合は序盤から手数で上回り3回にはグラつつかせてラッシュさせるなど有利に進め。 10回3から0の判定勝ちを収め初防衛に成功した。2014年4月5日、在日米軍キャンプザマの工業にて、元 WBA、WBC 世界クルーザー級、スーパー王者ジャンマルク・モルメクのスパーリングパートナーを務めたこともあるカール・ドゥプスと3回限定のエキシビション。二千十四年四月三十日、後楽園ホールで、元 WBA 世界、 スーパーウェルター級残帝王者、石田淳優と対戦し、8回3から0の判定勝ちを収めた。2014年9月10日、後楽園ホールで日本ヘビー級1位の竹原虎達と再戦し、5回44秒 TKO 勝ちを収め2度目の防衛に成功した。試合後、日本タイトルに興味はない、強い外国人とやりたいと発言した。 2014年9月25日、パバヘビー級王者で、WBO オリエンタルヘビー級王者で、アップブフ東洋太平洋ヘビー級2位の、ジョセフ・パーカーからソロモンハウモノの王座剥奪に伴う、アップブフ東洋太平洋ヘビー級王座決定戦での、対戦のオファーを受けた。2014年12月18日、後楽園ホールで、石田淳優と対戦経験がある母。 インターコンチネンタルクルーザー級王者、ダビド・ラデフと対戦し、8回3から0の判定勝ちを収めた。2015年4月30日、後楽園ホールで元 WBA 世界スーパーウェルター級暫定王者で日本ヘビー級1位の石田純優と1年ぶりに再戦し、10回2から1の判定勝ちを収め3度目の防衛に成功した。2015年6月15日、 同年8月1日にニュージーランドのインバーカーギルにあるスタジアムサウスランドでパバヘビー級王者で WBO オリエンタルヘビー級王者でアップブフ東洋太平洋ヘビー級1位のジョセフ・パーカーとの対戦が発表された。2015年6月22日、藤本が同月9日に WBC 世界ヘビー級14位となり世界王座に挑戦する資格を得たことで WBC 世界ヘビー級王者デンテ貞、ワイルダーとの対戦を見据え、パワーヘビー級王座並びに WBO、オリエンタルヘビー級王座をかけたジョセフ・パーカーとの対戦は見送りとなった。2015年8月2日、元 WBA 世界スーパーウェルター級暫定王者で日本ヘビー級1位の石田純優が現役を引退したため、 日本ヘビー級ランキングに選手が藤本だけになった。J イプバは JBC に対して日本ヘビー級の存続を要請しているが、藤本の保持する王座が JBC 預かりとなれば1958年1月以来2度目の日本ヘビー級の廃止危機に直面した。2015年10月21日、高楽園ホールでデビッド・トーレス・がルシアと対戦し、3回に2度のダウンを 奪い3回1分5秒小勝ちを収めた。2015年12月22日、JBC は理事会を開き、3ノックダウン制の廃止や37歳定年制の一部緩和など、大幅なルール改正を行い2016年1月からの新ルール導入を決定し、元日本ヘビー級2位の竹原虎達が、ボクサーライセンスの再申請の意思を JBC に伝えたことで、 消滅の危機にあった日本ヘビー級が存続する見通しとなった。2016年4月27日、大田区総合体育館でネイサン・マッケイと対戦し、8回3から0の判定勝ちを収めた。2016年8月2日、新宿フェースでアダムラ・ラブロックと対戦し、2回2分13秒、TKO 勝ちを収めた。 アプブフ東洋太平洋ヘビー級王座獲得2017年1月14日、高楽園ホールで行われた第557回ダイナミックグローブでアプブフ、東洋太平洋ヘビー級2位のウィリーナッシオとアプブフ東洋太平洋ヘビー級王座決定戦を行い、12回3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。 WBO アジア太平洋ヘビー級王座獲得2017年5月8日、後楽園ホールで自身の持つアップブフ東洋太平洋ヘビー級王座と空位の WBO アジア太平洋ヘビー級王座をかけヘルマンパーセルと対戦し9回1分22秒 TKO 勝ちを収めアップブフ王座の初防衛に成功 WBO アジア太平洋王座の獲得にも成功した。 2017年11月4日、高楽園ホールで行われたダイナミックグローブでアップブフ東洋太平洋ヘビー級4位のランドールレーメントと対戦し、5回2分50秒小勝ちを収めアップブフ王座の2度目の防衛、WBO アジア太平洋王座の初防衛に成功した。2018年5月7日、高楽園ホールでアップブフ東洋太平洋ヘビー級8位の アーロン・ラッセルと対戦し、7回28秒、TKO 勝ちを収めめアップブフ王座の3度目の防衛、WBO アジア太平洋王座の2度目の防衛に、成功した。2018年9月25日、後楽園ホールで、アップブフ東洋太平洋ヘビー級10位のスタッド、カラレットと対戦し、6回終了 TKO 勝ちを収めめアップブフ王座の4度目の防衛。 WBO アジア太平洋王座の3度目の防衛に成功した。2019年7月20日付で日本アプブフ東洋太平洋王座を返上した。2019年10月21日、後楽園ホールでかつて対戦したアプブフ東洋太平洋ヘビー級13位のスタッドカラレットとノンタイトルマッチを行い、6回2分8秒 TKO 勝ちを収めた。 2019年12月21日、イギリスロンドンのカッパーボックスアリーナで、WBO ヘビー級5位 IBF ヘビー級12位で、WBO インターナショナル王者のダニエル・デュボアと同タイトルマッチ兼、WBC シルバー同級王座決定戦を戦うも2回2分10秒小負けを喫した。2020年11月12日、日本ボクシングコミッションにライセンスを返上し、 ボクサーを引退。これについて、藤本は、新型コロナウイルス感染症の昨今の情勢により、海外遠征や外国人選手招兵は現実難しく、国内における試合では、ヘビー級選手も不足し、試合が成立しない状況。また、日本プロボクシング協会での現行ルールではに、投流で競技を続けることが不可能な状況。これらを鑑み、 一度ライセンス返上とし、再び総合格闘技へ挑戦することとなったとコメントした。空手を始めたのは3歳の時。きっかけは当時清和で二人の姉にいじめられていた京太郎を見た。両親が精神面を鍛える目的で近所にあった、魚本流という空手の道場に入門させたことだと言う。両親は京太郎が小学5年の時に離婚しており、以後は母親、 姉二人、祖母との五人暮らし。その祖母は2010年3月に亡くなっており、翌月に行われたピーター・アーツとの防衛戦では家を抱いて試合に挑み、試合後にはリング上で号泣した。プロ格闘家を目指した同期は有名になりたいから。高校時代、目立ちたがり屋で文化祭などでパフォーマンスを行ったことが病みつきとなり、頭も悪いし、ルックスも良くないから。 テレビに出て有名になるには格闘家になるしかないと思ったという。一方で強さに関するこだわりはなく、普通に生きていく分には喧嘩に強いなんてことは意味のないことと語り、格闘家としてのトレーニングも有名になるための手段と割り切っている。前述のように有名になるために、試合のたびに奇抜な髪型や髪の色を変えたり、頻繁に得意なリングネームに変更するなど、 様々なことを行っている。戦国時代の武将である、前田利益からとって、リングネームに、前田慶次郎を使用していたが、特に戦国武将が好きというわけではないと語っていた。また、入場曲として、K1 ワールド GP2008 イン福岡では、ピンクレディの、ペッパー警部、K1 ワールド GP2009 イン横浜では、大塚愛の、桜んぼを使用していた。 K1 プロデューサーの谷川貞治が上記のようなパフォーマンスが逆効果だと判断したことと、京太郎の本来の性格が、ジムで幼い子供たちにも優しく指導し、母子家庭育ちの影響で家族を大切にする人柄であることを知って、気を照らったようなことはしなくていいと助言したため、リングネームを本名の京太郎へと変更、入場曲も K1 ワールド GP2009 イン、K、東京以降は、 湘南の風の黄金魂を使用している。ただし、髪型は現在でも色を染めたり、奇抜な型にしたりしている。長島寺園をつゆ一郎とは、練習仲間であり、お互いの活躍が刺激になっている。K1 ヘビー級王者となったにもかかわらず、2010年、現在町田市内の居酒屋でのアルバイトを続けている、他上状況当時から借りている家賃3万円のアパートに、 住み続けていた。当時は K1 王者であったため金銭面での不自由はなくなっていたが、アルバイトについては社会勉強になるので今後も続けると語った。アパートについては本人曰く引っ越し作業がめんどくさいとのことだったが、ボクシング転校に伴い2011年11月に門エビジムの近くに引っ越した。 多くの日本人ファイターが意図的に自身の体を通常体重よりも大幅に増量しヘビー級の体を作っていたのに、対し、京太郎は生まれながらにしてヘビー級の体重と打たれ強さも持っている。ボクシング転向時は 105kg 前後だったが、デブのヘビー級ボクサーは格好悪いという理由で日本王座挑戦までに97の 98kg まで減量した。 ありがとうございます。